はいどうもこんにちは、ゆころです。今回ですね、9階層なんか適当に作ったパーティーでやっていこうと思います。なんか上から強そうなやつを4体選びました。でリーダーバルキリーシェルですね、やっていこうと思います。まあアシスタとかも変えるのめんどくさいんで、まあ9層ぐらいなら勝てるでしょ。まあ今の環境ならね、やっていこうと思います。これで負けたらやべえけど、無効貫通もいないし、ギミック対策もないし、まあ覚醒無効回復はエイルで対応できてるぐらいかな。やっていきましょう。あと追い打ちも対策できてるね。1階層はまあ適当に6コンボぐらいでいいや。盤面悪いし。はい、7コンボで追い打ち組んで突破していきます。いいね。まあ2階層あ、6階層もあんのか。どうだろうなこれ。それはめんどくさいかもしれないな。まあどれだけエイルが頑張れるかどうかだよね。エイルとバルキリーシェールのこのパーティー全体の回復力がどれだけ頑張れるかっていう勝負だね。はい、8コンボ。厳しい。毒目覚めはうざいな。はい、突破していきます。ただ突破していくと言って強い。3階層あ、でもいいね。これシールぶっ刺さってるね。クライム耐性。え、なに？は？ 20%？ あ、ルシャラナイス。 80% だったんだこの遠征。ナイス。ただここで光欠損か。光欠損しちゃうと一気に火力が出なくなるので、できればここで光を呼びたいけど落ち込んで、どうだろうか。7コンボ。来い！ナイス！強い10コンボ！これは強いぞ。ナイス！てか、シールやべえな、マジで。火力が。はい、で4階層。操作負荷耐性はもちろん積んでおりません。安心してください。ってなったら、バルキリーシールを使います。はい、シール使って光作って、ドラゴンタイプの火力を出して、7コンボできないかな。どうだろう。あ、できそう。なんかずれすぎずれすぎ。 OK、 いいね。8コンボもうこれいけんじゃね。普通に強いっしょ。ナイス。なんか順調やつ、意外と意外と順調。5階層。あぶねえ、あぶねえ。こいつほんとダメなやつ。このホーリーショットマンがね、ほんとやばいんだよこのゲーム。あ、てかこれバルキリーシール使っちゃダメだった。やべえ。うわ、やべえ。これは、できる限りの5コンボで。おい！いや、来ない！頼む！倒せ！ナイス！プラリネの攻撃キラーが刺さっていく。あ、クマキラー2個だと。プラリネ強すぎ、ワロタ。そしてアレス。はい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 。はいはいはい。いいね。地味に刺さっていく。上で回復組んで。いや、迷うな。この7、8個か。まあ、ルシャの使っときましょう、とりあえず。最悪落ち込み2ドル。いきます。うわー、これ待って、これ組めないな。どうにかできないか。こうで、え、ダメだ。こうか。ここに持ってきて、よし、3、4、5、6、7、8コンボ。ナイス。どうだ。はっ、あ、無効貫通、無効貫通積んできてないですけど、無効貫通入れとかずるくないですかそれ。ざけんなよお前、マジで。無効貫通とかずる、こいつずる、マジで。人として性格を疑うわ、本当に。そういうことするやつ、ちょっと本当に無効貫通だわ。ああ、しかもそうだ、落ち込んなくすっつってルシャの使ってたから落ち込ん来なかった。かー。大丈夫大丈夫、編集っていうものがあるんだよ、実況者にはな。最強の武器、編集。カットしまーすっていう、あれ。もういいよ、とりあえず耐久。これでも神キラー刺さるんじゃないの、どうせアレスだから。もう悪魔キラー攻撃キラー。お、意外とワンチャンある、全然。
耐久すれば全然あるな、これ。素材感も切れた。え、これ全然あるよ、マジで。これ耐久すれば勝てんじゃね？普通に。ちょ、やろう。まだ諦めるには早い。ねえ、ずれす、ねえ、ずれ、ねえ、はあ？ずれすぎなんだけど、なにこれ。やばい。ちょっと待って、頼む、マジで。いや、たまんない。いや、たまんない。たまんない。たまんない。いや、今のズレふざけんなよ、マジで。次シールが、いや、きつ。きつ。きつ。きつ、これ。いや、しかもなんで俺今ルーシャナ使ったんだろう。バカなんじゃない？ちょ、なんでこんなズレるの？てか、さっきから。やばい。頼む、本当に。ちょ、これで一旦耐えてくれます、ここ。頼む、頼む。ボーンドライブ。キャーフレイ。ナイス。勝手にキャーフレイしてろ、てめえ。プリキュアの名前みたいな技使いやがって。キャーフレイ。プリキュアかよ、お前は。ねえ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 、頼む、本当に待って。ごめん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 、俺が悪かった。よしよしよし、相手がバカでよかった。ねえ、その闇落ち込んはずるいです。それはずるいです。それはずるいです。それはずるい。それはずるい。耐えていく。おい、まだワンチャンある。俺諦めんぞ、マジで。絶対まだある。これ全然ある、こっから。いや、サキシエル、サキシエル忘れてた。いや、まだこれ全然あるよ、俺諦めてないから。全然これ、てか全然いける、まだまだまだ。勝負は始まったばっかりだよ。よし、このバカほど高い回復力をお見舞いして HP を回復していく。ナイス。これ全然あるぞ、マジで。7コンボ強化さえ切れればいける、いける、いける、全然いける。そこまでがマジで。まず耐久、無難に回復でいっか。毒も消しながら。よしよしよし、まだ参る。よし、来た。これで OK で、こっからはもう毒目覚めあと1段だから耐えれるし、プラリネもあるから回復力も補える。エルシャナでまあ一応指も伸ばせて、ハクの無効貫通がワンチャンを見せてくれるかもしれないということか。 OK となれば、行ってみるか一発。ここで OK、 色はあるね。 3,4,5,6,7,8,9 ん？ 11 か。なんとも言えない。行きます。ま、こんなもんか。交換通組みながら6コンボ。1コンボ。来ない。ガーガー。うおー、来た。それは逆にありがてえ。それは逆にありがてえぜ。全力で投げれる。いや、これ全然あるぞ、まだ。よしよしよし。いや、これマジ全然あるよ、まだまだまだ。闇吸収か。なるほどね。ここは大人の対応を見せる。あ、じゃあお先にどうぞっていう。闇以外を消します。こうで闇は消さない。よしよしよし、完璧。 OK で、何？キュアフレームね。いい、そのプリキュアみたいな技使っとけ、お前。ちょっと、こうして斜め入れて10コンボ。さあ、これで削りすぎるのかどうかだよね。ここでだいたい見ときたいのが13コンボ。削りすぎか。 OKOK、 10コンボしたら削りすぎってことね。了解了解了解、分かった。あと使えるの白の無効貫通ぐらいか。そこら辺考えながらいこう。え、絶対勝てる、これ。マジ絶対勝てる。ちゃんとやれば 100% 勝てる。で、負けたらマジで、とんでもないぐらいガチガチのパーティーで余裕でクリアします、その時は。ま、えげつないぐらいのパーティーで行くわ。なんで3バースナック溜まってんだよ。ふざけんなよ。77,777ダメージ。いらねえよ。いらねえよ、それは。よし、8コンボ。
水吸収と非吸収は関係ないよね。OK。75% だってかめんどくせえな。まあでも正直毒もないしな。もうシールも使う意味がそこまでないから。回復消すだけだし。まあ、あとは頑張るしかない。カムイリクートルーっていうどっちもいらないスキルだから。チャンネル登録しました。ありがとうございます。ありがとう。は？お前、マジで。え？アセット間違っておっしゃった今。裏切られた。それはしちゃダメって約束だったのに。うわ、待って、なんか、思い出した。こいつこっから毎ターン。やってきた気がする。気のせいか。いや、気のせいだろ。毎ターン 99% プラス攻撃してきた気がするんだけど。そんなことはないか。さすがにね。きちくすぎでしょ。なんかあったんでも昔のダンジョンで。あ、トルガありがとうございます。なんかあったんで昔のダンジョンで。ひたすら 99% と殴ってくるやつ。大丈夫。OK。で、キュアフレイバー関係ない。よし。さあ、あと2ターンか。OKOKOK。あと2ターン経ったら、ちょっと白の無効貫通チャンスいこうか。一応もう一回。火力じゃないからあれだけどな。ワンチャンあるかもしんないから。今のうちにだから削っておくできるだけ。ナイス回復。よしよしよし。いいね。で、火は関係ない。もうちょい削りてえでもさすがに。これ待って。詰め組んだ方がよくねえか、白。あ、トルカありがとうございます。ありがとう。よし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 。さあ狙うぞ、ここ。ハク使います。もうここでマジで決めるしかない。1、2、ナイス !9 個あるね。でも11なんだよな、毎回。できれば12とかがよかったな。まあでもそれは願いすぎか。6、7、8、9、11。まあいいでしょう。いきます。2、3、4、5、6。いつかも、いや、来ない。ふぅ、怖え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 。超怖え。OK、わかった。ってなったらもう俺の考えはただ一つ。うわっ、うわっ、やだ、やめて、発狂しないで。怖え。こうやってか。よし。ということで、行きましょう。決めます。よし、これはいったやろ。3、4、5、6、7、8。よっしゃー。怖え。ということで、なんだっけ、飛燕の雲海都市、9階層、バルキリーシェルパーティーでクリアでした。よーし。